安倍晋三首相が17日に開いた新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を全国拡大したことを受けての会見で、朝日新聞の質問に対し、御社のネットでも3300円で販売しておられたと切り返したマスクに関して、ネット上ではマスク不足解消のために大阪府泉大津市が地元企業と一緒になって作った手作り品だとの指摘が上がっている。いずれにしても、民間業者が作った商品が、新聞社とのバトルに使われた格好で、巻き込まれた企業が、気の毒だ、と声が集まっている、写真。騒動真っ只中の昭恵夫人、暗き前より目立ちすぎ17日の会見で、朝日新聞記者が、政府の1世帯2枚の布マスク配布などが批判を浴びているとし、安倍首相自身のコロナ対応の評価を聞いた。これに安倍首相は、まずはサージカルマスク等を医療機関に配布しながら、サージカルの受注について対応していく上で、例えば介護施設等には布マスクを配布させていただきました、とした上で、ご質問いただいた御社のネットでも布マスクを3300円で販売しておられたということを承知しておりますが、そのような需要が十分にある中で、我々もこの2枚の配布をさせていただいた、と述べた。安倍首相から朝日新聞への皮肉として話題となったが、当該マスクは様々な状況から、繊維の町である泉大津市が地元の技術を集めて一つ一つ手作りした2枚3300円で、150回の洗濯にも耐えるとされる高級品だと割り出された。実際に安倍首相が朝日新聞のネットでどの3300円の商品を見たのかは不明だが、民間商品を巻き込む発言に、安倍政権が打ち出した地方創生をも否定する話、企業があまりに気の毒、職人さんたち、かわいそうに、発言するときには気をつけないといけないね、との批判が起こり、安倍のマスクと同じにされるのは、との声も上がっている。